シース誰も知らないカリウドです。今回ベヒモス強いですね。霊気戦のハンターたちもイクリプスメトダイヤその他諸々の攻撃でボロボロと落っこっている状態。さてそんな中初心者とは言いませんがまだまだベヒモスに慣れていない諸君に一つこれ悪くなかったんでおすすめしようと思います。それがこちらエンプレスカノン滅陣。これ3回目ぐらいですね、このエンプレスカノン滅陣をご紹介するのは。今回はですね、このエンプレスカノン滅陣に集中と砲術と、整備、特殊射撃強化にガード強化と、攻撃ももちろん乗っけつつ、ガード性能を3で抑えたアタッカー枠としての運用方法を教えていこうと思います。よろしく。じゃあ行くぞ。ゼロアチャコはシアン。今回は負けられんぞ。シアンがタンクになっております。みんなまだ 2,3 回ぐらい勝つ負ける関係なく 2,3 回ぐらいの、まあ、全然不慣れなねメンバーですが、イカルタメンバーを紹介するぜ。もう紹介したけどな。さ、そんなわけでいいね、ベヒモス面白いね。ベヒモスに関しても少し説明しながら戦っていこうという魂胆だ。さあ行くぞ。こっちとら、そう、あ、言い忘れてた。滅陣のいいところは、鉄鋼榴弾レベル2が撃ちやすいこの一点に限ります。では行こう。では行こう。鉄鋼榴弾レベル2撃ちやすいんだけど、今どうなってたっけな。メインがね、あくまで狙撃榴弾なんで。鉄鋼榴弾の連射速度が勝てるかな。あとね、貫通弾もダメージ少ないんですけど、でかいのでヒット数のおかげで結構削れますね。レベル2がいいですね、貫通弾。レベル3とレベル2の貫通弾ではあんまりね効果変わんなかったですね。さあ行こうか。さあベヒモス戦、これはファイナルファンタジー14、11あたりをやってた人はわかると思うんですが、右側にログが流れるんですけど、強力な攻撃に関してはログが先に流れます。この通り、ベヒモスのメテオで流れてから一瞬遅れてモーションに入るんで、こいつをしっかり見ておこう。メテオ、まあ見てからでもね、間に合わないこともありますけどね。最初は慣れないと思いますけども、とりあえず何をしてくるかが右側に出てくるんで、こいつをきちんと見ておくことが大事。そして右側のこれに慣れたら、今度はモーションや足元の雷とかね、あとはミールストームだったら風の置き方とかですね、見ておくといいですよ。まずは右側のローグを見ていこう。さあガードがついているんで落ち着いて、敵がこっちを向いてないときはダメージがさっくり入る。鉄鋼榴弾や貫通弾で削っていくぞ。なんかキャラ違うな。削っていきますよ。さあしっかり、あとガード性能がついているんで、しっかりと右側のログが見れるのがこのヘビーボーガンの強みの一つ。あとミールストームやメテオやその他コメットなんかも変なところに飛ばないですね。いけ。ただしさあ今の通りリロードしてるときはかなり危険なので、この辺はね、この装備が絶対いいとは限らない。ミールストームは誰かのところに来てますね。さあよーく見ておきましょう。遠いからこそ見れるミールストーム。ボイジャなんかを繋いでる人はもしかしたらミールストーム遠くから見て教えてあげることもできるかもしれない。こっちを向いたら気をつけて、防御シールドとガード性能はついてますけども、盾をやれるほどのものではないので、これはタンクにしっかり任せておきましょう。まあ、万が一取っちゃった場合は落ち着いてシールドを構えておきましょう。そう、この狙撃榴弾見ていただけるか、集中3をつけたことに狙撃榴弾がかなり早く撃てるようになっている。そして特射により火力も上がっているので、これがメイン攻撃力となる。敵が暴れてる時にリロードとかをしてるよりは、この一発にかけてしっかりダメージを狙っていくことが大事ということだ。そして鉄鋼榴弾が切れているので作っていこう。あとイプリクスメテオはジャンプ、エモートのジャンプで回避できること、ちょっと先ほど練習中に確認できましたんで、ショートカットに入れときましょうね。万が一コメットが変なとこに落っこっちゃってしまったり、もしくは全然間に合わないとこに行ったら、しっかりジャンプでかわしましょう。そんなにね、
難しくなさそうでしたね。俺がジャンプでかわしたわけじゃないんで分かりませんけども、特にタンク役は一番遠いところにいて、しかもベヒーモスのせいでコメント見にくいんで、ジャンプちょっと気考えておくと、気をつけておくといいかもしれません。メテオだ、あー行くぞ、ほらほら、ミールストームは俺じゃない。そう、ミールストームの場所もきっちり見て、きっちり見て、こっちとら、そしてこれね、これね、これ、狙撃榴弾を隙があるときはバシバシ撃っていく。おっと、おっ、タンク、シアンがベヒーモスの敵死をゲッチュ。そうしたらもう、あー、そう、この時にタンクのそばにいると巻き添えを食らってしまうので、タンクのそばから離れておきましょう。これもヘビーボーガンの強みですね。あとは敵の、あ、敵じゃない、タンクの HP に気をつけながらきっちりと削っていきましょう。いいダメージだぞー。どこどっとこどっとんどんどんどん。さあ、貫通弾レベル2も打っていくか。弾の節約でね、1とか2なんですけど、これ胴体とかは1とか2なんですけど、頭とか尻尾とか前足なんかだともうちょいダメージが増えますね。ほんとちょっとですけど、頭はでもダメージ出やすいんですけど、そんな出ないんで、とりあえず他に打つものがないときはこの貫通弾で削っておきましょう。特に敵死を取られている場合は当てやすいんでね。さあ、まあでもまあ鉄鋼榴弾があるうちは鉄鋼榴弾がいいかな、楽かな、ダメージとしてはね。頭の方でうまく立ち回れる人は3段とかでも全然ダメージ出ましたけどね。さて、というわけで、さあ、解説は大体したところか、解説は大体したところか。じゃあこっから本気でお前を討伐するわけだ。そう、ミールストームって出た時に自分の足元に煙がないかしっかり気をつけよう。メテオもそうですね、自分の足元が光ってないか。サンダーボルトは分かりにくいんで、もう緊急回避か、もしくはしっかり防御してしまいましょう。あとはとにかく削ることが大事。長引けば長引くほどだんだん辛くなっていく。さあ、狙撃いいですね、いいよ、狙撃榴弾だ、すごいヒット数です。オーレイオーレイ。そうなんだよ、ただね、一つ問題があるのは鉄鋼榴弾取りに帰る必要が出てくるんですよね、長引いてくるとね。で、さっきあったんですけど、エクスリ、あばばばば、おーっと、コメットはベヒーモスの攻撃で壊されちゃうんで、なるべくベヒーモス、いい距離を見つけましょう。ハンマーに離れすぎちゃうと間に合わないしね、見失っちゃうしね。マップ上にコメットの位置出てますんで、しっかり確認しつつ、こまめに見ときましょうね。いざそっちに走ってったら壊されてるなんてことがありますから。あ、向こうにもコメントが落ちました。そう、ヘビーボーガンが慣れてない人におすすめなのはですね、戦況をしっかり見えるといったところですかね。さっき私も近接で戦ったんですけど、ベヒモスでっかくてね、見えないんですよ、周りが。これが結構ね、死ぬ一つになりますね。回避とかやってて、エクリプスメテオとか、モーションわかんないと、いつの間にかログが流れてて、エクリプスメテオで死んでしまう可能性がある。むしろ、敵士とかがしっかり取られてるときは、もうログだけ見て、あとはもう、ガードと、攻撃回復に順次しましょう。回復役が、してくれてっから、ちょっと俺がアタッカー気味になってますけどね。さあ、そろそろ来そうだよ。コメット2個ぐらい溜まってきたらちょっと怪しんだ方がいいですよ。慣れてない人はそろそろゆっくりログを見ながら敵と戦いましょう。サンダーボルトはシールドがあるで、しっかりガード、避けにくい。これそーい、そーい、そろそろ来るか。お、いや、アチャコが乗っている間はおそらくないだろう、ないと思いたい。さあ、今のうちに回復させたり補充して削っていこう。ただダメージ量でもしイグリプスメテオが来るんだとすれば、降りた瞬間に来てもおかしくないんでね、ちょっと気をつけておきましょう。おっと、シアンがなぜかジャンプしている。ジャンプはね、でもすごい強いんだけど、大丈夫ですか、カプコンさん。これ
他の時にもこれ絶対使えちゃうと思うんですけど、どうですかね。イクリプスメテオだ。そう、これ気をつけたい、あのやりがちなのはこれ、あのベヒーモスに対して隠れてしまいがち。あたこベヒーモスに対して、あー二人とも行ってしまった。ベヒーモスに対してあの影に隠れがちなんですけど、違いますからね。メテオが落っこってくる一番赤くなっている中央に対して影に隠れる、これが大事。あとしかしこれラスト倒す時にももう一発落ちてくるんで気をつけていきましょうね。さあ、あとなんかね、これは先ほど一緒にやってるフレンドから報告があったんですが、あの他のマップにずっと放置しておくとこいつ回復しちゃうらしいですね、勝手に。どれくらい回復するのかは分かりませんけども、場合によってはせっかく削ったやつを半分回復された日にはもう地獄ですから。さて、早くみんな戻ってこい。まあまだイクリプスメテオは来ないだろうけども、キャンプでゆっくりしているとイクリプスメテオが来た時に全滅するぞ。イクリプスメテオは本当に、もう今日イクリプスメテオしか言ってませんが、イクリプスメテオは本当にあのマップ全土みたいなんでね、キャンプの中とか食事中とか防げるか分かりませんけども怖いんでね。これもうメテオが来ますって分かって、よっしゃコメット、メテオが来ます、あメテオね、イクリプスメテオが来ますって分かって秒数まで数えられる人がいたらもしかしたらジャンプでかわせるかもしれない、別のマップにいてもね。よっしゃナイス V 破壊だ。おら、いいダメージでしょ。さあ鉄鋼榴弾を、鉄鋼榴弾をぶち込んでいく。さあまだあるか鉄鋼榴弾、取りに帰んなきゃダメかな。あとですね、あの不動の装備、危ない、やばい、何も見てなかった、ありがとうございます、ありがとう。不動の装備の説明をしていた、あぶあぶあぶ、死んじゃう死んじゃう、あやべやべありがてありがて、助けて、あぶね、死ぬとこだった、終わりが見えた今そうちょっと助かりましたけど、不動の装備持ってきましょうね。あのミールストームやこいつ本体の攻撃に邪魔されてコメットにたどり着けない可能性がありますんで、あのイクリプスメテオが飛んできた瞬間にキル癖をつけておくと、攻撃で止まらないんでね、ぜひちょっとこの不動は天神の装備とは別で持ち運んでいただきたいところは。さあお前許さんぞ、よくも俺掴んでくれたな、てめえ許さん。ツービンガーって言っても分かる人は少ない、あー怖え、そりゃ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 、尻尾ちょびっとしてて可愛いですね。さてそろそろか、まだまだあるか、まだ弾はあるか。そう、弾作ってる時もねガードはできますけども、相手の動きしっかり見ておきましょう。さあメテオが、コメットが降ってきた、だいぶ溜まってますよコメット、そろそろ来るんじゃないの、そろそろ来ますかね。さあ状態見て回復薬グレートも使いつつ、おぼら、俺が回復薬グレートを使ったのを見ていたのか、ベヒーモス怖え、シールドを展開してないと割と際どいですね。よいしょよいしょ、これあの一応ねいろんなスキル詰め込んできてますけども、何か削って、例えば即能銃、即能のなんだ、即能術つけてきてもいいし、あの治癒つけてきてもいいしとも思います。いけるか、天神の装備が使えるようになってきた、そろそろ怪しいんじゃないの、コメットすっげえ降ってきてるよ、そろそろ来てんじゃないの。おっと俺がそっ止めた瞬間に来るか、そろそろ来るか、そろそろ来るか、まだ来ない、メテオだ普通の。さあじゃあここで撃っておこう、体でっけえからねバカすか当たるんでね、怖い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 、来とこ来とこ、まだか、まだ来ない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 か、大丈夫か、
まだメテオ来ないね。来そうだけどね、なんかね。あかん。この拘束されましたっていうのが出ますね。これ見たら急ぎましょう。さっき俺が身をもって体験した、身をもって体験した即死コンボを食らっている仲間がいる可能性がある。来るか来るか、コメットが1個飛散してしまった。コメットの、あ、コメット2個ともいった。気をつけて、みんなコメットの近くに。サインかなんかでね、教えられればいいですね。あんまり近くに行っちゃうと、来たぞエクリプスメテオだ。場所は間に合え。ナイス、ナイス防御だ。よし、あともう一発、多分これラストステージに移動するときに一発、おそらく死ぬときにもう一発撃ってきますね。さあ急がず慌てず、やべ、これクーラードリンク飲んでなかったわ急がず慌てず、回復アイテムなんかをしっかり貯めてから行きましょうね。よし、行くぞ。ミールストーム、俺か、俺じゃないか、俺じゃないけど誰かだ、近くにいる。さあこっからほんと歴戦古流よろしくの性能なんで、こいつよりまた上のモンスターが8月中に来るっていうのがね、恐ろしいですね。いやー、気をつけて。危ない、緊急回避もしっかり使えるわね。さあシールド構えて行かせてもらうぞ。いやー緊張する、だがこの緊張感が最高に楽しい。おっと、鉄鋼榴弾が切れちまった。こっからはじゃあ貫通弾でちびちび削らせてもらおう。取りに帰ってもいいんですが、ヒーラーが必要ない以上人数が減ってしまうのはかなり厳しい。ミールストーム、見えない、見えないときはしっかりと広域薬は回復を準備だ。無駄遣いもできないしね、難しいよね、 MP 同様ね。そして集中さんによりコーチトラ、この相手狙撃榴弾があるが気をつけろ。落ち着いて落ち着いて落ち着いて、よし、タンクが来た。危ない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 、時にはあの急いで自分を回復せず味方の攻撃を頼ることも大事ですね。相手危ねえ危ねえ危ねえ、光栄、ありがてえ、お返しと回復。あら、落ちろ。メテオはまだ来て、あ、メテオじゃない、コメットはまだ来てないんで。あー、くそー、やばいよ、助けて、ありがとうございます、すいません。そう、味方の攻撃頼りにしてるのはいいけどね、味方の回復アイテムもね、限度がありますからね、被弾しないこととても大事。だが味方が指示かけた時は、別の話。あー、もう一回。あー、怖い。ただし敵の攻撃ね、割と素直なんで、横に移動してれば避けれる攻撃が多いんですね。ミールストーンが来てる。さて、だがこちら集中を持ってる。この待っている時間とて、この集中により高火力の狙撃榴弾が当選、お、まだか、コメントまだか、そう、装填されていることは忘れることなかれ。さ、周りにコメントはないか、マップで確認。敵の、あ、よーし、敵の
ターゲットが来てないことを祈って、この通り超ダメージを与えていく。さてメテオか。メテオはガードで防げる。まあ、盾役がタゲを取ってれば問題ない。V 破壊完了。あ、俺尻尾吐いてなくない？尻尾吐いてない。まあいいか。さて気をつけて、タゲを見て。よしで天身の総意、天身の総意はねなるべく来てこねえ。どこで事故に遭うか分かんない。特に今もうあと1オツできない状態だからな。クソ盾が。よっしゃ、てめえにこいつをくれてやるわ。さて大丈夫か、周りを確認して大丈夫か。コメットまだ来てませんね。ほらほら、コメット来ましたね。体力がなくなった時にエクリプスメテオが来るんで、気をつけて。ここの速さわかんないよね、いつ来るかね。あばばばば、俺しか生きてない。あー回復やくない。俺か。ちょっとコメットに近いところに来ちゃったな。くらえや。さあ回復見て回復見て、いやー回復のタイミング危ねえ。ミルストムがクソクシャルダオラみたいになっている。回復薬があと2個しかない。かーいって見てるだけ、見てるだけだ。やばい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 、結構ギリギリですね。やっぱ回復節約しなきゃ。回復弾持ってくれよかった、回復弾あったらよかった。これ死なないことが大事。コメットが来て、俺にミールストームが来ている。死なないように死なないように死なないように。これ帰れるか、帰ったらメテオ来るんじゃないの。これ帰れないね。だが集中のこの来るか、大丈夫か、この集中のこの弾がいいダメージを叩き出す。さあ残裂弾だ。ただ残裂弾今の装備だと想定しなかったからな、あの装填がちょっと遅い。しっかり装填して残滅弾のダメージが出やすいところに当てていく。あぶね、もうなんでだ、おぶね、おい、なんで回復薬、回復じゃねえ、今ちゃんとガードできたと思ったのに。なんだなんだ、エクリプスメテオだ。あぶねー、お疲れ様です。あーあー、いやーきつかった。お疲れ様です。いや緊張の流れでしたね、狙撃榴弾。あー弾の補充に帰るタイミングを逃しちゃったな。めんどくさがらずに最終ステージに行った時に一度弾を補充しに行ってもいいかもしれないですね。
あとはまあ貫通弾かなんか、今装備的に貫通弾で削るのが良かったのかな、タル爆弾とかね。そう、今回はこの鉄鋼榴弾メインで戦ってますけども、でこの滅人を使ってる理由としては、鉄鋼榴弾が、装填もそこそこ早くて反動が少なくて撃てるんですけども、こいつ相手だったら多少反動がでかくてもシールドしっかりつけたヘビーボーガンで、鉄鋼榴弾、レベル3を撃ってもありかもしれないですね。というわけでベヒーモス討伐完了。おー、早くドラケン装備が欲しい。風化した、すごいね、報酬がいいね。さあ、これなんかいいの、記念に氷結雷光、大将、治癒ってお疲れ様でした。